はい、ゴールデンウェストレイクに来てます、今ここの部屋のオーナーさんから連絡が入ってですね、はい、あの1部屋200平米の非常に広い、まあ、VIP なお部屋がですね空いてるという話が入ってきまして、ちょうどチェックアウトがね、入ったもんですから、ぜひ日本人のお客様を、ご紹介してくださいという話があったもんですから、これから部屋の方中に入っていきます。はい、まあ、200平米ってなかなか珍しくてですね、3ベッドルームで200平米、しかも階層は22階でレイクビューもシティビューも両方楽しめるっていう部屋、非常に特殊なんですけども、そういったものがあります。はい、これからじゃ あのカメラを入れていきます。はい、じゃあお部屋の中ですね、これから見ていきます。22階の3ベッドルームのこの部屋ですね。はい、まずちょっとカメラに全てをこうゆっくりと収めていきますね。ここが玄関です。はい、ここが玄関です。でちょっとね、すごく珍しいのがシティビューとレイクビューが同時に楽しめるお部屋です。はい、面積は200平米です。はい、まず玄関入ってリビングダイニング、ここはあのダイニングですね、ダイニングです。でカウンターのキッチンがこう向こうに見えてますよね。まず端の方から撮ったこんな感じですね。いかがでしょうかね。とっても綺麗にですね使ってて、これアメリカ人の方が1年半ほど住んでらっしゃって、この前、先日チェックアウトしたばかりです。はい、そのお部屋ですね。はい、まず細かくちょっと見ていきますね。玄関入ってここにまずソファーセットがあります。もう22階なんでですね、まあ何せ眺めは絶景、ただちょっと今日は曇ってるんでですね、残念ながらちょっとビューがなかなか綺麗には見えないんですが、はい、こんな感じです。もうほとんど22階ですから、ウエストレイクのてっぺんに近いですよね。はい、ぼわーっともやってて申し訳ないんですが、はい、下にプールビューが見えますよね。はい、ここがウエストレイク22階、もうほぼほぼ最上階に近いここですね。はい、でぐるーっとこんな風にバルコニーがあって、まあここのオーナーさんはね、実はあるビジネスマンで、まあ、女性のもうキャリアウーマンです。バリバリのキャリアウーマンの方がここをオーナーさんで持ってるんですよね。でアメリカの方がちょっと退去されたんで、できたら日本人の方はご紹介してくださいねということでお話をいただいて今撮影をしています。はい、今であれば即入居可です。もちろん今ビデオに映してるもの、まあ家具類ですよね、すべてこのまんま置いてお引き渡しですから、すべて自由にお使いいただけると。はい、ここがリビングですね。リビングセット、はい、床もきれいにもう履き清められてまして、とてもきれいです。僕同じタイプでですね、これ違うフロア見たことあるんですけど、まあそこはちょっともうズタズタで非常に汚かったですね。なかなかお客様もつかなかったんですけど、はい、これぐらいしっかりと、まあ、作ってれば、まあそのまま本当すぐにお住まいいただけるかなと思います。細かいこういったね、何とも言えない収納をこう あちこちにこうしつらえてらっしゃるんですよね。こういった棚を置いて、はい、収納スペースをこ うまくこう取ってらっしゃいます。はい、やっぱりこれぐらいの200平米クラスになってくると、あ、これが下足箱ですね。はい、下足箱です。はい、入れた箱ですね。ちょっとまあ汚れているんですけど、まだチェックアウトしたばっかりなんで、これからきれいに、はい、してお渡しするんですけども、はい、こういう細かい収納をたくさん置いてらっしゃいます。例えばここの、ダイニングにこういった棚がねちょっとあったりとか、この横には、まあ、こう今ワインとか置いてますけども、こういう収納ですよね。はい、こういった収納を何気にこうやって置いてるところがとても便利ですよね。はい、でここがキッチンですね。カウンターのキッチン、まあ、この字になってて、これもねちょっと改造されてるんです。ちょっと細かいこと話をしていきますね。キッチンの方に、回りますね。はい、奥がこう、まあ、グラスシャワーとお手洗いがこうあるんですけども、はい、こんな感じですね。ここが、お手洗いで、この横にキッチン、キッチンはエレクトラックスの冷蔵庫が大きくあって、電子レンジにビルトインのオーブンと、はい、でここに二口のキッチンシンクですよね。はい、ここから見た感じこんな風にダイニングスペースとこうつながっててカウンターになってます。で三つ口のガスがあります。はい、収納はもうほんとたっぷりありますよね。たっぷりあります。上にももちろん、
はい、あの戸袋のような形でこうぐるりとこの字ですから、まあ、非常に広い。普通ここまでなんですけども、さらにここにですね、まあ、パントリースペースみたいなもう一つこういった水道蛇口を置いて、ね、これ洗濯機ですよね。あのリビングに洗濯機があったりするととてもうるさいんでですね、はい、ここで回します。で横でちょっとしたこうゴシゴシ洗い物ができるようなとってもこう機能的な、さすがの女性 の、 あのマネージャーさんが買われるだけあってこういった改造をされてるんですよね、はい、でこれが、まあ、キッチンスペース。でこのすぐ横には今度は納戸もあります。ウォークインの納戸、まあ、今ちょっとこういうねあのソファーを入れてらっしゃいますけど、まあ、いろんなあのどうでしょうね、あのいろんな用途に使えるウォークインのこうやって何度もキッチンのすぐ横ですね、はい、リビングの方に通じる廊下の、はい、すぐこう横に左側こちら側が キッチンですね。反対側がウォークインクローゼット、後ろ側があのお手洗いと、まあ、グラスシャワーがここにあります、はい、こんな感じになってますね。とってもなんかこう使いやすくて、ベランダにもそのままこうアウトリビング的にねこう出てきて、ここでこう外の風景を楽しんだりできますので、とてもいい感じですよね、はい、今風を、まあ、取るために、まあ、22階かなり高いんですけども、さーっとこの、 あのカーテンのこのこうたわみを見てもらったら分かると思うんですけど、今ほんと涼しい風がふわーっと入ってきてます。とってもいい感じですね、はい。でこれがリビングスペース、ここでおくつろぎをいただくスペースと、もう一個向こうに3ベッドルームがあります。こうちょっとセパレートになってるんですよね。ここでこう扉を今も開けっぱなしにしますけど、ここから向こうが居室スペースです。はい、ここに立っただけでふわーっと風が、こちらの方にこう流れてきてます。はい、とっても綺麗ですよね、はい。でこちら側に目を転じて、ここはちょっとした何でしょう、こう机があったり、ここにもまた収納があります。どんな感じかな、はい、ちょっとこう開けてみますね。パッと開けて、まあ、こんな感じの収納がね、はい、まあ、本棚というか何か入れていただければいいかなと。ちょっとこう高さをね、こう、あ、これ動かないか、動かないか、あ、動きますね。上の段を調整、高さを調整できるようながついている棚ですよね。あって机がここにあります。でもう一つこの横に、これもどうでしょう、本棚あればいいなっていうのがあるんですよ。もともとこれついてます、はい、ここにいろんなものをこう置いていただければいいかなと。でこういうちょっとね引き出し、開けてこう入れていただくような、隠しておきたいようなものとかもあると、はい、ここもねこういうスペースをあえてコーナーにこんなスペースを作ってらっしゃって、ここにも本棚かな、結構こう細かい収納がたくさんありますよね、はい、ここでもこうおしゃれな電灯というかね、ライトを置いて、ちょっとまあお子様で遊んでいただくスペースっていうんでしょうか、はい、こういったものもそのまんま置いときますよという話です、はい、で目を最後転じて、ここからが、3ベッドですね。まずメインベッドルームいきます、はい、メインベッドルームこんな感じです。はい、こんな感じですね。もうここもこう棚をこうあってこう収納、まあ、置物といいますかね、置いていただくのと、あの収納があって、でここが、まあ、バスルームですね。バスルームもこのグラスのクラスになってくると、はい、結構、豪華なこうジャグジー付きの、はい、こういった感じのコーナーのお風呂ですよね。で、テレビがゴールデンウィスレベルの前についています。標準です。で2つ洗面台があって、洗面台の奥もこういう形でね、はい、収納がグラスの後ろは収納になっていると、はい、こんな感じですね。ここお手洗いと、はい、で、これメインベッドルームで、メインベッドルームにもこう2つね、こことここと収納があります、はい、ちょっと開けてみますね。収納スペース、まず洋服ダンスですね、洋服ダンスがこうあります。洋服ダンスですね。で下にはセーフティーボックスがちゃんと置いてくれてます、はい、鍵もちゃんとついてます。これともう一つ入り口の付近に同じような収納、ここはまあ洋服ダンスというよりもどうでしょうね、こう棚というかですね、はい、棚というか天袋があって、下に引き出しがたくさんついている、こういう引き出しがたくさんこうついてます。こういう棚が6段の引き出しがついている棚があります。これがメインベッドルームです、
はい、で今度こちらの方はシティビューですよね。さっきはレイクビューでしたけども、今度はこれ北側ですから、はい、きれいに、保安圏とかね、ハイバーチャンの景色が見えます。22階ですね、相当高いですよね、はい、下の方にこう車が走ってますけど、高さご理解いただけますでしょうかね。これがメインベッドルームです、はい、で今度もう2つサブベッドルームがあります、はい、こちらですね。あ、もちろんエアコンは全部 2way で、各部屋必ずエアコンはありますので、はい、でこちらに来て、ここから2つですね、こちら側と、まあここはもうサブベッドなんで、だいたいこんなぐらいのサイズのベッドがあって、こうっと棚がねこう置いてあると。で、横のキャビネットがあって、読書灯がついてて、はい、収納はこんな感じですね。今開けてます、はい、こちらが下が右側が洋服ダンスですね。上天袋があって、引き出しが3段ついてます、はい、これが、サブベッドルームですね。エアコンもちろんついてます。で各部屋必ずこういった形でバルコニーがこうつきます。バルコニーに囲まれて、こちらもシティビュー北側ですよね、はい、北側の部屋です。でもう一つ最後ですね、はい、200平米の今お部屋を3ベッドルームをご紹介しています。ここはまあ何でしょう、ちょっとこうベッドにもなるし、折りたためばソファーにもなるというようなソファーベッドですかね、置いてらっしゃいます。でここにも収納がこれぐらいあります。 上にももちろん置けますよね、はい、なんでまあ収納は結構やっぱ200平米でファミリー層をこう当て込んだというか、狙った間取りになっています。でもちろん収納のスペースもそれに応じてたくさんこうつけてます、はい、もちろんこちらもバルコニー、すべての部屋には必ずバルコニーがつきます。リビングにもダイニングにもバルコニーがつきます、はい、こんな感じですね、はい、さてじゃあこの200平米のこの部屋、今ぐーっとこうなんかこうブーメランのようなね、くの字にこうずーっとなるんですけども、はい、これがまあいくらかですよね、はい、ここにもお手洗いとシャワールーム、バスタブがありますよね。バスタブはここに一つ、今向こうのリビングにも一つありました。で、当然メインベッドルームのここにも、はい、一番メインなんで一番大きなバスタブがついてますよね、はいはい、これで200平米で3ベッド3バスルーム、はい、このお部屋ですね、これがじゃあおいくらかですけども、税金管理費込みです。税金管理費込みで$3,400、$3,400です、はい、税金と管理費だけです。ここはコンドミニアムですから、個人オーナーさんが持ってらっしゃるお部屋ですね、それを、まあ、貸し出ししますということですから、はい、税金管理費込みで3,400、200平米のゴールデンウエストレイク22階です、はい、レイクビューとシティビュー両方を楽しむことができるこのお部屋ですね。なかなかこのコーナーになっているところなんでね、向こうみたいにもうフラットじゃありません、はい、もうほぼほぼもう上ですよね、はい、この部屋がたったまあ先だってアメリカ人の方が、チェックアウトされて出てきたということなんですよね、はい、タイプによって、まあ、オーナーさんによってやっぱり違います。綺麗にやっぱやってらっしゃるオーナー様と、もうとりあえず家具を掘り込んで、どうだというふうに言ってるオーナーさんと、いろんなタイプがありますけども、これはもう見ての通り細かいところにいっぱい収納を入れてですね、なるべくこう住む方々に住みやすい環境を作りましょうということにかなりこだわったオーナーさん、女性のオーナーさんで、はい、うち私どもの会社はね、オフィスの兼ね合いで、結構オフィスのビルを運営されてる、はい、レンタルオフィスを運営されてるオーナーさんなので、よくお仕事でも一緒になることがあるんで、お声掛けいただいて、ぜひ紹介してくださいということで、このお部屋を今初めてカメラに収めて皆様にご紹介しています。はい、ご案内ともし よければいつでもお電話いただければ対応できますので、はい、賃貸君の方までご連絡ください。以上、ゴールデンウェストレイクの22階200平米3ベッドルーム、ね、税金管理費込みで3400ドルのお部屋のご紹介でした。以上でレポート終わります。